い、こんにちは、こじるんです。ファイナルファンタジー10スフィア版縛り続きをやっていきたいと思います。はい、スフィア版縛りということで、スフィア版は使用していない状況です。最初から覚えているスキルだけの状態になっています。さて、じゃあお話を聞いていきます。ゆっくり休めましたか？他の方々は先ほど出て行かれました。来ないなってもここは私の故郷での、今更横によそに移り住む気はねえだ。で、この走ってる子は大きくなったらブリッツボールの選手になるんだ。これリマスター版では選手になりたいんですけど、 PS2 版だとブリッツボールになりたいんだって言ってるんですよね。やっと来たんすか。ワッカさんが待ってるっすよ。ワッカさんが待ってると。でも先に話を聞いていきますかね。そこら中壊されてどこから直すか見当もつかねえよ。悪い夢だと思いたかったの。これは夢で目が覚めたら全部元通りなんだって。でも朝になっても何も変わっていなかった。悲しいですね。こうやって修理してもまた芯が来たらおしまいだ。壊されては直し、直しては壊され、その繰り返しさ。キーリカだけじゃない、スピラ中が芯に壊されてボロボロだ。ティーダはこんな状況しか見ていないので、ここも小さな村だったと思っているんですけれども、ここは真に壊される前はすごく大きな都市だったみたいですね。で、泣いてる子がいるので、この子を助けておくとお礼がもらえますね、後で。ちゃんと挨拶できていい子ですね。この家に入ってきましょう。すみません、この人毒気にやられているんです。変なこと言っても許してあげてください。何見てんだよ、見せ物じゃねえんだ。ここに宝箱があるので、壊れた家のところで申し訳ないけどポーション3個いただいてきます。街中がボロボロですけどね、ユーナ様が来てくれたおかげでみんな安らかに1階に行けたわ。ありがたいこっちゃ、エボンの賜物だわい。わしの孫たちも迷わず1階に行けたじゃろう。お孫さんが1階に行っちゃったんですかね。で、このお家を入ると、助けた子供がいますね。妹を助けてくれたのはあなたね。あの宝箱はほんのお礼よ。遠慮しないで受け取ってね。じゃあ遠慮なくいただいていきましょう。エーテルをいただきました。ありがとう。で、ここにですね、本があるんですよね。アルベド語辞書4巻。これを回収しておきます。ウケ子、アルベド語、巨金キャになった初心者ですかね。料理なんか出なくてもいいからここにいたいんだ。沖を見るのが怖くて怖くて、奴の影が見えるような気がするんだ。もうトラウマになっちゃってるんでしょうかね。助けてくれてありがとう。お家は壊れちゃったけど、お姉ちゃんがいるから私元気だもんね。お兄ちゃん、ブリッツの選手応援するよ。頑張ってね。ありがとう、頑張るよ。子供は元気でいいですよね。じゃあワッカさんに会いに行きましょう。お、来たか。リサイドオーラカ集合。これから寺院へ行く。リサイドオーラカ必勝祈願だ。おう、
キリカの陣は大召喚士のオハランド様が暮らしていたところだ。オハランド様は若い頃はブリッツボールの名選手だったんだ。ワッカ、必勝祈願はいいんだけどさ、なんかいいのかな。ブリッツで浮かれたらまずいってな。こんな時だしさ。こんな時だからこそだ。選手は力の限りを尽くして戦う。観客は贔屓のチームを応援する。嫌なこと、辛いこと、試合中だけは忘れられる。それが長い間このスピラでブリッツがなくなっていない理由だ。俺はそう思うな。そっかな。いい試合してかっ飛ばそうぜな。おう、ジーンは森を越えたところだ。では行くぞ。スピラには他に楽しいことがないそうなのでね。こりゃ勝手に潜っていくでね。あれお客さんかい。ここで見破るのついた武器を売っています。と HP5% の防具があります。まあ、見破るは初期装備でキマリが持っているのでとりあえずいいかなと思います。防具もこの時点でキマリの防具はないですけれども、ジーンでもらえるので買わなくても大丈夫ですね。みんな大会を楽しみにしていたのに、真のせいでクソ。俺たち選手も練習なんかやってる場合じゃない。練習不足でも必ず結果を出してやるさ。今年こそ優勝カップを持ち帰って三島のみんなを励ますんだ。やっぱりね、優勝すれば励まされるでしょうからね。こちらは練習している選手かな。俺たちキーリカビーストが優勝すれば島のみんなを励ませる。それを思えば練習にも気合が入るってもんだ。頑張って。どっけのせいか何にも思い出せねえ。自分の名前も住んでた家もな。ここに座ってれば誰かが気づいて助けてくれると思ったが、誰も相手にしてくれねえよ。みんな自分のことで精一杯らしい。俺ここの人間じゃねえのかもな。どっか遠い場所から来たの。来たなんてな。ティーダみたいな。飛ばされてきたってことですかね。多分亡くなっちゃったんでしょうね。じゃあ森へ向かいたいと思います。森ではキマリに少しオーバードライブタイプを覚えさせておきたいと思います。どうした？ユーナがね、あんたも一緒に行ってさ。え？あのさ、ガードお願いしちゃダメかな。なんだそりゃ。冗談よせよ、ユーナ。こいつはブリッツはできるけど、魔物との戦いは素人だぞ。ガードじゃなくてもいいの。そばにいてくれれば。え？何それ。ワッカさんの驚きよ。それはどうせみんな寺院に行くんだから話は後でいいでしょ。さすがルルーですね。ごめんね、突然。ごめんって言われてもなんだよ、よくわからないな。ごめんなさい。キマリはいろいろこの時点で気づいてますからね。ルルの場合はユーナからちょっとね、聞いてますからね。キマリ、
龍拳を試してみたら。なんだよ龍拳って。本来は敵を弱らせて自分を回復する技。でもロンゾ族が使えば魔物の技を自分のものにできる場合もある。お、すごそう。じゃあ龍拳を使って溜めたい方を覚えましたね。あとはファイヤーで倒すと。溜めたい方も使っておきましょうか。ルルの場合はユーナにティーダのことが好きっていうんじゃなくってジェクトの話を聞いてるはずなんですね。ここではジェクト様の息子だからガードにしたいよってことを確かこの時点ではルルに言っているはずです。ユーナとしてみれば普通の女の子として接してくれるティーダと一緒にいたかったんですけれどもね。この感情をみんなに気づかせないように取り繕うもっともらしい理由ができちゃってたってユーナが後々語っています。俺試合まで持つのかな。何か文字が書いてあるプカゴ地蔵は、これはパスワードのヒントですね。全体止まれ。あの魔物はこの森の主オチュ。討伐隊の手にも負えん凶暴なやつだ。ここは無駄な戦いを避けろとは言われても、ちょっとここでですね、オチュの強さは他の魔物と桁違いだ。討伐隊が束になっても倒せるか怪しいな。まあ、倒せるかどうかはオチュの毒にやられたらわからないですけど、あっという間に2回息だ。毒消しをもらっておきましょう。オチュの強さは討伐隊が束になっても倒せるか怪しいな。とりあえずここで逃げるを連発しておきたいんですよね。警戒中、警戒中。逃げることで覚えられるオーバードライブタイプの恥辱っていうのを覚えていきたいと思います。今回はスフィア版使用禁止なのでトンズラが覚えられないんですね。それなので一人一人逃げることになるんですけれども、まあ、これは逃げられるのが 100% ではなくて3分の1だったかな。なんかね、確率が悪いんですよ。でも言っただろ、倒すのは無理だってば。バトルを終えてまた眠りにつくのが森の主たることを言われます。やめとけよ、何度やっても勝てないぞ。まあ、とりあえず繰り返していきますけれども、王中の毒にやられたらあっという間に2回行きだ。一人一人逃げると確率の悪い逃げるなんですけれども、このハグリ王中に関してはなぜか 100% 逃げられるので、ここでぜひとも恥辱を覚えておきたいと思います。ちょっと果てない時間がかかると思うんですけれども頑張りたいと思います。無事に全員恥辱を覚えることができました。これ本当に時間かかるんですよね。ティーダ600回、
ユーナ900回、バッカ400回、ルール980回、決まり700回、逃げないといけないというね。で、アーロンとリュックが仲間になった時に、地獄を覚えるためにこれを残していこうか悩んだんですけれども、とりあえずこの時点で倒しておかないとエリクサがもらえないので、一応倒してしまおうと思います。またアーロンとリュックは別の方法で覚えていきたいと思います。とりあえずエースオブザブリッツをできるかな。はい、おっ止まったよかったさて、決まりもオーバードライブ使っておきましょう。敵の技、種大砲。ほう。毒になりました。ルールは、とりあえずファイヤー。そして、輪っかで攻撃をして、オーバードライブを使っていきます。ルールのオーバードライブはこれ魔力に関係するので、まあ7ぐらいが限界ですかね。だけがけだと数も少なくなってくるんですけれども、ファイヤーとかだと頑張れば10回ぐらい回せるらしいんですけどね、私にはちょっと難しいかなと思います。あ、決まり6だった。ティーダでちょっと叩いて、ファイヤーで、あー眠っちゃったらこれが回復してしまうので叩き起こします。地震は耐えてくれるかな。大丈夫ですね、案外大丈夫ですね。まあ、ここでマスター召喚でヴァルファーレを呼んでいきます。船で戦っているのと少しこの辺で戦っているのもあるので、だいぶ上がりましたね。 2225HP がシューティングパワーをいきます。多分これで倒せるかと思います。9999で倒せました。 MP スフィアが2個手に入りました。すげえ、やるなあんたら。さすが召喚士とガードだ。先輩、負けちゃいられませんね。もちろん負けないさ。来たれ、ワコード討伐隊。神を倒せ。可愛いあの子も振り向くぞ。これでルッツに。ワッカにいい思いさせてやってくれ。話をするとエリクサーがもらえます。これジーンの帰りだともう倒しても何ももらえないんですよね。だからこの時点で倒さないともらえません。あんた、大会終わったら討伐隊に入りなよ。歓迎するぞ。じゃあとりあえず記憶をして、じゃあこれで一応森の中の宝箱は回収しておいたので、寺院に向かっていきたいと思います。
おそらく次の真のコケラは何もなくても倒せるとは思うんですけれども、一応オーバードライブを貯めておきました。この石段はな、由緒正しき石段なのだ。オハランド様が現役時代にここでトレーニングしたのだ。気持ち悪いんだよね、この笑い方が。勝負っすね。うん、俺に勝てると思ってんの？ユナ、頼む。よーい。ここのユナちゃんが可愛いんですよね。決まりは喋ってくれないと。ルール。いつまでも子供ね。では。一応オーバードライブタイプを変えておきましょう。地獄のままだと逃げないとたまらないので、戦闘中にたまるようにとりあえず憤怒にしておきたいと思います。ルールも憤怒。ユーナは地合いでいいかな。回復するとたまると。じゃあこれでいきたいと思います。まずいっす。早く手伝え、真のコケラだ。おそらくここはそんなに苦労しないで倒せるんじゃないかと勝手に思っていますけれども、決まり戦のこともあるので甘く見ないでいきたいと思います。とりあえず触手から倒していきます。結構時間がかかりそうですね。じゃなかったか。ワッカさんがよで一本倒れたと。結構痛いですね。こっちもう一本倒して行こうよ。いけた。じゃあこれはルールで魔法攻撃をしていきたいと思います。ファイヤーが効いたと思います。354 ティーダ叩いても硬いよね。勝って剣じゃ効かねえよ。真っ赤も叩いてみると40。俺じゃ効かないってか。おい、魔法ならどうだ。結構痛いですね。ティーダが死んでしまう。とりあえずファイヤーで336で、カラカラ出てくれたので、これで普通の攻撃も効くようになりました。ティーダでも138、ワッカも115、普通に攻撃が通るようになりました。あ、ルールが毒になってしまったと。下げますかね。とりあえずティーダを回復しておきましょう。
あとは叩くと。輪っか編んで叩いて。これは召喚獣出さなくても倒せそうですね。乱れ打ちは痛いかな。痛い。結構効きますね。決まり。ティーラ。毒液は結構痛いですね。ターンごとに。輪っかの毒のやられ方。ターンごとに最大 HP の4分の1が削られていくので、放っておくと4ターンで死んでしまいますのでね。とりあえず解除しましょう。もうクリティカルが出た。輪っかさんを回復してあげましょう。倒せるんじゃないか。倒せました。割とここは困らずに行けましたね。オーバードライブも使わずに倒せました。きつー。悪かった。ついお前を呼んじまった。ガードは大変っすね。お前バトルの方も才能あるみたいだな。やめてよ。あのさ、真のコケラって何？真の体から剥がれて置き去りにされた魔物のこと。放っておくと真が戻ってくる。さっさと退治しちまわないとな。バトルの才能があるかもってワッカに言われて、この時ユーナのガードになることを頭の隅で考え始めたような気がする。トワイライトさん、ティーダの武器かな。そういやあれだ、ザナルカンドには魔物はいるのか。あまりいない。たまに出ると大事件だな。あ、たまには出るんですね。ザナルカンドのことなんて信じてないくせにさ。考えたんだけどよ、真にやられた人間は死ぬんじゃなくて真の魔力で千年前だか後だかの世界に運ばれるのかなって。で、ある日突然ひょっこり帰ってきたりしてさ。いつもながら感心するわね。ん？自分を騙す方法を次から次へと考えつくから感心するって言ったの。シンはチャップをどこにも運ばなかった。彼を押しつぶしてジョゼの海岸に置き去りにした。あんたの弟は二度と帰ってこない。それからね、これも言っておくわ。あんたがどんなに望んでも誰もチャップの代わりにはなれない。ジェクト様の代わりもどこにもいないし、もちろんブラスカ様の代わりだってどこにもいない。そんな考え方悲しくなるだけよ。俺だって弟の代わりなんてできねえんだよ。
まあ、いろいろあってな。気にすんな。ワッカとルルーとチャップってやつの間に、そう、俺の知らない複雑な事情があったんだなって、それくらいは分かった。でもそういう話題は苦手だった。ここでのルールは結構怖いんですけれども、まあ、これは自分への戒めっていう面も多々あるんですよね。ある意味ワッカと思いを共存している状態なので、自分への戒めっていう意味が多いんですね。ブリッツもバトルもできるなんて本当器用だよな、あんたってさ。去年も必勝祈願したけど1回戦で負けちゃったんだ。祈りが足りなかったんだろうな。いや、練習が足りないんじゃないかな。ここがオハランド様ゆかりの地か。なんだか身が引き締まるな。そこら中が燃えている。大召喚士オハランド様の時代から消えたことがない火なんだってさ。キリカは出ることにしたんだ。真のいない場所を探すよ。そんなところがあるのかどうかわからないけどね。キリカにはもう住みたくないわ。悲しい思い出しかないもの。島を出る前にお祈りに来たの。ここにいたら有名人に会えるって聞いたんだけど、一体どこにいるのかしら。わしは毎日あの石段を登っとるんじゃ。おかげで病気知らずじゃよ。お元気なじいさんじゃ。ここの階段を登るってすごいですよね。神が来ないようによく祈っておかんとな。お前たちもオハランド様の必勝祈願か。祈願だ。我らルカゴアーズは上昇だ。祈願など必要ない。じゃあなんでここにいる。もっと強いチームが現れるように祈ったのさ。お前んとこは今回も目標は精一杯頑張るってやつか。そんなチンケな心構えじゃ今年も初戦敗退確実だな。今回は優勝狙いだ。狙え狙え。狙うだけなら誰でもできる。決勝で会おうぜ。あいつらにだけは勝つぞ。知ってるチームなの。人を見下してバカにして、あの態度が俺の親父みたいだ。ジェクトさん、優しくて楽しい人だったよ。それは別人っす。いなくなって10年、それなのに親父のことを考えると俺の気持ちはざわざわした。ルカゴアーズはもしかしてさっきの人たちが有名人。有名は有名でしょうね。わしも若い頃はブリッツの選手での、他のチームものやつらとやり合ったもんじゃ。今年の優勝するのはゴアーズでもオーラカでもないぞ。我らキーリカビーストが勝つに決まっとる。ゴアーズと対面したら足が震えちゃったよ。ゴアーズのあいつビクスンっていう嫌なやつだが、ブリッツの腕は超一流だ。この寺院にブリッツ選手が来ると大会が近づいたって実感するな。オハランド様の寺院だからみんな来ると。あなたたちより一足早く召喚士様とガードが試練に入ったわ。ゴアズの連中って強そうだけど感じが悪いよな。本当に感じが悪いんですよね。
子供子供立派な総監様になるにはいっぱい勉強しなきゃダメなんだって。やだな、海に遊びに来たいよ。子供は遊んでなんぼよ僕教えの勉強大好きだよ。たくさん勉強すると総監様がおやつをくれるんだ。おやつに釣られて勉強してると子供にありがちですね。じゃあこっちの部屋も見ていきましょう。今度の大会ではぜひともキーリカのチームに優勝してもらって、死に痛めつけられた島の民を励ましてもらいたいものだ。我がキーリカ寺院は炎の寺院、試練の間にも猛烈な炎が渦巻いておる。入る資格のない者が掟を破って立ち入れば命を落とすかもしれん。はい、じゃあ今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた、バイバイ。